はいどうもミステリーハンターの和ドです。映画映画撮ってます。ご支援よろしくお願いします。今日何日今日はね2018年のえっ、ー、と11月の17土曜日かな土曜日の夜中の2時28分です。よろしくお願いします。 猫の目さん。の猫の目。こんばんは。夜更かしだね。明日休みか。んんは,はい、シュガーさん、こんばんは。どうも。よろしくお願いします。シュガーさん。寝れない。 猫の目さん、仕事やけど寝れないわら。うう仕事なのに寝れない。うーん、まあ寝れないの辛いよね。うん、シュダさんも寝れないんだ。なんだろうね。うん、お前もかい。福 <laughs> 郎さんいらっしゃい、うん。おっさんも寝れない。うん、女の子は寝れないは可愛いけど、おっさんの寝れないほど気持ち悪いもんないよね。寝なさいって感じだよ、ね。<laughs> おっさんは寝なさい。 女の子は寝れないんだねって。じゃあ寝れるまで一緒にいようねってなるけど、おっさんの寝れないとかもう聞きたくないよね。うん。うん。知らないよ。おっさんは寝なさいって感じだよね。俺ね、うん。寝れる、寝れるっていうか、睡眠だけはね、すげえ大事にしようっていう。睡眠だけは。あ、動画見てくれてありがとう。感想どうぞ。睡眠だけはね、 しっっかかりとるっていうか俺睡眠障害今考えるとね子どもの頃から持ってたんだよ睡眠障害を持っててであのまあ、極端に言うともう超ロングスリーパーのありえないぐらい寝るんだよ多分ね呼吸が浅いんだと思うんだけどおらありがとうございます福さんありがとうございます大花火じゃないですかありがとう で、すげえななんだよおふくろうさんからもらったありがとう嬉しいなうんでねあの本当に子供の頃悩んでたのがあの起きれないっていうことってさ現代社会で結構ありえないね大駒内さんありがとうでね現代社会ですごく弊害があってどういうことかっていうとね あの起きれないってことは約束の時間に約束を守れないっていうことで仕事はね正直言うとアルバイトレベルだったらコンビニとかねもうパッパパッパ覚えるのだから社員にならねえかとかあのよく引き抜きに合ってたのよ本当に仕事は別にできないわけじゃないただ起きれないんだよもうこれ永遠の悩み学校なんだろうね学校は通えたんだけど仕事が起きれなくてあのね多分ねアドレナリンが出ないんだと思う あのね、やりたいことやってると勝手に体が起きるの遠足と一緒でワクワクするから,だから、ね、つまんないことに対してねこうモチベーションが全く湧かないんだよね子どもの頃からもうなんか関心がなくなったりとか,か興味がなくなったことに全然ね体が反応しないのだからもう必然的にこういう生き方になっちゃうんだよねもう若い頃は普通になりたいとか病気だと思ってないから 起きれないいっっててう特性だと思ってたの要は甘えだと思ってたのよ自分のことでやっぱり会社ともうね1週間に34回遅刻は当たり前だしひどい時だと1日寝過ごしちゃったりするわけよ別に前の日遊んでるとかそういうことではなくてあの前の日余裕を持って寝てても寝過ごしちゃうのだからあこれはもうねいつぐらいだったろう20代中盤ぐらいにあもう諦めようと思って このまま行ったら頭おかしくなると。要は働き。普通に働きたい。普通にやりたい。でも起きれない。目覚まし時計だって7個8個持ってたんだよ。それでまあ無理だったわけよ。俺自身は変えたいと思ったし、目覚まし時計もたくさん買ったし、前の日によく寝るようにしたり、遊ばないようにしたりとか、寝酒を試してみたりとか、いろいろ試した。だから無理だった。だからね、自分の特性に合わせて、 何かそのライフスタイルを選ぶすごい大事だなと思ったよだから俺はあのや与えられた仕事は一生懸命頑張るだけれどもその起きるっていうことに関しては苦手だからあの自分が働くって決めた時間にあのがっつり働こうっていうで要は起きた時だよねうんで俺仕事をするのは実はね苦じゃないんだよ実は楽しいのお金稼ぎ好きなんですよ 働くっていうことも実は好きな、うんだけれども、ストレスをかけてまで働こうとは思ってないね。あ、金魚姫おはよう。うん、おはよう。いつもありがとう。うん。だからさ、その俺と同じように悩んでる人がもしね。こん中にいたら若い子で。あのね。無理しなくていいよ。 本当にまあいるとは思えないけどおっさんばっかりだけどもし仮に若い子が発見してくれたらそれで全然生きられるからでストレスなくストレスがないってすごい重要なことなのよいい仕事をするためには笑って楽しいことをやるっていうのがすごく重要なのだからもしねそのまあ自分がそういうことで悩んでるんだったら自分に合わせて 自分ができる範囲で仕事をした方が多分いいパフォーマンスをするし多分なんだけどお金も稼げると思うあの笑顔でストレスなく稼げるって全部リンクしてるからだからその当たり前のその決められたルールまあお父さんとかお母さんにああだこうだ言われるかもしれないけど早めに見極めた方がいいと思うよ早めに見極めた方が俺は仕事してないです仕事してないです僕はうんあの多分途中から見たんだろうね えーとアルストラスさんは途中からだろうねもともとその俺がなんでこの仕事を選んだ仕事っていうかまあ仕事をしないっていう生き方を選んだのかっていう話につながってるから、うん、途中から見たらね分かんないよね配信のすごい悪いところだよねここは、うん、ループになっちゃうんだよ、うん、だからできれば次の話題振ってほしいけどね俺はあのもうこれから先の時代仕事はいらないと思ってるから だん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 労働っていう概念がなくなってくる時代が来るっていうのが俺の予想だからさだから遊んでりゃいいんだよ人生で俺はその遊ぶっていうことをあんまり甘く見てないのあの遊びなんだよ実は現代人がやってるほとんどのことって で仕事をね遊びに変えるっていうまた遊んで稼ぐっていうのはすごく大事なことだと思ってるから俺は本気で遊んで本気で稼ぐっていうふうに決めてるかな遊んで稼ぐ、うん、要は嫌なことの交換でお金を得るっていう考え方が嫌だからあの人によって違うわけじゃん好きな遊びっていうのは遊んで生きていけばいいんだよ遊んで生きていけば。 みんながねね楽しく、ね、本来はそれが天職なわけじゃんやりたいことなわけじゃんでやりたいことでお金稼ぐっていうのはすごい大事なことだよ幸せなことだしうんはいはいいらっしゃいうんいや大事なことだと思うよ俺生きてく上ですげえ だってさそんなストレスためるために生まれてきてるわけじゃないじゃんあのニコニコ笑うために生まれてきたんでしょう人生楽しんだ方が絶対いいじゃん俺だからもういろんな人がなんか豊かになったりとか楽しくなったりとか、まあ、お金持ちになるかどうか微妙かもしんないけどあ,あいらっしゃいこんばんはだけど俺はなんかみんながそのやりたいまあ好きな人がね関わる人とか好きな人が こう幸せになっていったりとか毎日やりがいのあることをやっていったら俺すげえいい,いいなと思うけどね。しょりンお疲れ。うん、いつもありがとうね。こんばんは。わとつ。下手でもいいしまあ貧乏かもしれないけどね。うん、お金が儲かるとは別だけどでもね実はねそのやりたくないことをやってお金持っても結局ストレス発散に趣味を使うとか要はさ 時間を取るのかお金を取るのかやりたいことを取るのかやりたくないことを取るのか全部関係があるわけじゃん。でやりたくないことをやるってことは時間を売るってわけじゃん。だから実はバランスが取れてることが重要で好きなことやって生きていくためのお金を得てまあ老後とかねでもずっと好きなことだったら続けられるでしょ。っていうふうなことを選択した方が俺はなんか世の中にねいいサービスとか落とせると思うし。 あの何、ー、て言うんだろう周りの人も幸せにできるし自分も幸せになるんじゃないかなとか思うよだってさおい、まあ、変な話なんだけど水商売とかさあ寒くない寒くない、うん、水商売とかやってる子たちだったらわかるけどあれなんでさおっさんが若い子とお酒飲みたいかって言ったらさ出会いがないからじゃんでしょかわいい女の子と若い女の子とおじさんはお酒飲めないっていう先入観から来るわけじゃん でもさ本当にかっこいいおじさんとかさ本当にかっこいい人だったら普通に若い女の子からモテると思うもんこんばんはそう思わないだから高いお金を払ってまで1時間2万3万かけてまでああやってやるしかないわけじゃんだからそのためにその仕事をするってなると俺は悪循環のサイクルだと思ってんのよだったらやりたいことをやって実績を積んでいって お金も得る仕事も得る信用も得る積み重ねていくってやった方がね最終的にそれが好きな人が集まるわけだから結果的に最高の形になると思うよ仲間もできていくだろうしそう思わない俺はそう思うけどななんかそのお金はすごい重要なものだけど人生の中で最上位にあるかって言ったらそこまでじゃないっていう ストレスなくやってって仲間を作ってで普通にたニコニコしてたらお金いらないんじゃないのっていうだってさ学生の時とかお金なくても楽しくなかったみんな小学校の頃とかあの大人になっていって騙されてるだけなんだよもちろんねお金があったらねやりたいことの幅は増えるかもしれないけど そんなでもないと思うよ、俺。うん。お、いいか、娘、相手もありがとう。そう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 。なんかみんな規模をでかくしよう、規模をでかくしようって考えるじゃん。 100万円よりも1000万1000万円よりも1億とかさプリウス中古車よりもプリウス新車のプリウス新車のプリウスよりもクラウンクラウンよりもフェラーリーみたいなさでもさあのそれもすごい大事なことだよやっぱりスーパーカーかっこいいとかさ男の子の憧れの部分だったりとかさすごい大事なことなんだけどそれが全てになったらダメじゃんあくまでさそういうものって副産物じゃん別に車が走りや移動ができるわけじゃん うん、どうなんだろうね俺はんだろう仕事仕事なのかっていうとにかく遊ぶっていうでとにかくみんなの、まあ、耳の暇を潰すっていうのが俺の役割だと思ってるし俺がやりたいことだからでその中でやっぱり俺が困った時にはみんな助けてくれるし金なかった時にはアイテム投げてくれるし知識が必要な時はみんな助けてくれるし多分俺が病気になって。 困ったっつったつて俺保険ないわけじゃんあの入ってないからだからすごいお金に困ると思うけど多分誰かが助けてくれると思うんだよね俺はなんかその人生ずーっと配信始めてからあのー、まあいろんな経験してきたんだけどすごい特殊な経験をしてるからリスナーさんに対する信頼関係あるよ俺困った時には誰かが助けてくれるかは分からないこの中にいる誰かっていうピンポイントではないんだけど絶対 絶対にロムセンさんも含めて誰かが俺のこと助けてくれるんだっていう安心感があるんだよね。バカプレゼントありがとう。風船プレゼントありがとう。だから別に何だろうん。なんか堀江さんも言ってたけどさありがとう猫の目。あの友達とか家族とか本当に助けてくれる人が人脈がいたら保険なんか入る必要ないでしょって言ってて。 あのー、金持ちから金借りりりゃいいんだよって俺それ正しいと思うよ正しいと思ううんそう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 ねえいろんな人が多くの人と関わる仕事をしてるから不特定多数なんだけれども誰が見るかはわからないんだけどでもやっぱりよくしてくれてるからねうんあまあどん底っつうかねーいやーどん底だったなほんとに。 いや本当ね、人間を追い詰められると、本当にね、景色変わるよ、本当に。まあまあまあ、日本でよくこんな経験するわと思ったよ、本当にね、ーましてやね、俺が助けてって言えない病気だから、うん、友達頼ったりとかね、仲間頼ったりとか、家族頼ったりできない性格だから、まあ自分の責任ではあるんだけど、辛かったなー、ちょっとな。 やっぱね真冬のね寒さに段ボールハウスとか答えるよ。コンクリートは冷たいよ。公園のベンチは寒いよ。うーんだからね、やっぱりね、何だろう。人間が大嫌いだけど人間が大好きだね。何て言うんだろう。人間って残酷にもなるけど人間優しくもなれるから、どっちにでも触れるから、人間っていうのは。うーん うんあれは何だったんだろうな俺はね俺は特によしとリに俺は特に助けてって言えない病気だと思うまあまあ荒野のね死を掘り返すわけじゃないんだけど俺ねこう荒野の件に関しては助けてって言えない病気あの分かるんだよね誰かに助けてって言ったら何とかなった問題だと思うんだようんそう あの本人にとっては死,死を考えるぐらい追い詰められた状況だったと思うんだけどさまあおっさんとかねおばさん多いからうちには若い頃本気で悩んだことあったでしょ20代の頃10代の頃もうダメだってでも今考えたらへでもないでしょ何で俺あんなことを本気で悩んでたんだろうと思うでしょいくらでもね生きてく手段ってあるんだよでもねだん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 ね心通わなくなってきてるから現代社会が。 身近にねそういうおじさんとかおばさんが減っちゃってるんだよなうんだから SNS でもね俺はそれは可能だと思ってるからなんか俺は助けてって言われたら動ける人になりたいよね、まあ、大切なリスナーさんだったらね助けてって言われたらあの動ける男でありたいできる限りねもちろん自分の生活が最優先だけれどもあの余裕ができてきたら助けてって言われたら動けるようになりたいね ゆっくりゆっくりね俺だから貧乏もまた幸せの形の一つだと思うよ貧乏を経験するっていうこともあのお金をつかむことも捉え方だと思ってるね捉え方考え方だよ 人間はうん。 心が豊かになるっていうかね、例えば、まあ、あの、ホームレスで何が一番つらかったっていう例えをよく聞かれるんだけど、俺は、あの、布団に入って泣いたことないでしょ、みんな。あの布団に入って感動して泣いたことないでしょ。<laughs> あのね、俺はあるんだよ。布団に入って、布団が柔らかくて優しくてあったかくて泣いたんだよ。それは、なんかこう、もうね、 を出るとかじゃないのぐわって泣くとかじゃないのもうふわってポロ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 って涙が出てくんのもうそれは感情だから言葉にできないものなのよあったけーみたいなポロ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 みたいなないでしょ本来そんな経験しなくていいんだけども俺は布団で寝ることのありがたさっていうのは身にしみて分かってるのよ逆に布団がなくて寝るっていうのは当たり前だったから あの漫画喫茶のさ、フラットシートで寝るとどうなるかっていうと、あの、背中とかね、肩とか硬くなっていくんだよ。床が硬いから。で、布団がないでしょ、掛け布団がないから。で、寝返りが打てないから固定なの。要は膝とかにさ、あのテーブルの台とかぶつかるから。で、一番でかいのはパーソナリティスペースっていうらしいんだけど、パーソナルスペースだったかな。あのこのこ 自分の部屋じゃないっていうのが先入観であるの。鍵がかかってない。ここは俺の借りてる家じゃない。えー、とあくまで漫画喫茶に住ませてもらってるんだっていうのってあのそれが漫画を読む目的であったりとかそういう部分であったらあの全く問題ないのよ。深層心理に負荷がかからないの。だけれどもそこに半年住んでごらん。 やっぱりね、心に負荷がかかるよ自分の空間じゃないから自分の居場所じゃないっていう先入観があるからだからねやっぱ頭おかしくなってたね漫画喫茶にずっといてそれでも漫画喫茶にいてさあの、幸せだったけど外での生活も何回かあるからうんまあ普通の人が経験することじゃない 日本人だったらそんなことしなくていい、うん、まあでも日本に生まれてなかったらなどうなってたんだろうな俺は、うん、まあそうだねやっぱり、うん、まあどん底もっともっとどん底はあると思うけどまああの時はもうダメだと思ったね本当に。 もうダメだっって思ったよ特にさあの新宿区に通ってたんだよ漫画喫茶に通いながらあの介護士を募集してますってで月30万円区が助成金で2年間保証します資格も無料で受けれます勉強も無料で受けれます介護士さんが足りません40人との教育プログラムであのやりますと。 で俺は、まあ、正直介護はやりたくなかったよでもそういうことが言える状況じゃなかったから当時の俺は立て直さないといけなかったから生活をまず普通になることが目的だったからでえっ、ー、と新聞の折り込みチラシのものみたいなのを握りしめてさ「すいません」って若い女の人だったけど市の職員さんがいくとか都の職員さんがいて。 れれを見てててきたんですけれどもって言っ言募集まだしてますかって言ったら喜んでくれた若い人が全然来ないんですよってで男性が特に少ない女性はまあ定員の半分ぐらいは来てくれたんだけど男性の若い人が来てくれない当時27か28だったから是非やってくださいとで3回ぐらい通ったのかな あの30分の面談があるんだけど次までにこれを用意してくださいこれを用意してくださいとか本当にやりますかとかで通って通って通って最後のニュー書類を出す日要は書類全部書いてきてどうのこうのって言って身分証明書用意してくださいハンコ用意してくださいとか全部揃えて漫画喫茶やっと抜けられると思って。 希望がかかったからでその時に書類を出した時に書類パっ,って見た女の人が「え東京都の方じゃないんですか?」って「はい」って「僕千葉県民であの住所はあの千葉県要は実家だよね昔の実家で登録してます」って言ったら「これ東京都の助成金だから都民限定なんです」って言われた時に。 あの時の時悔しさ絶対受かりますからって言われてるしあの一緒に頑張りましょうって言われてるし俺は介護をやろうと思ってたからその時資格も取ってちゃんと介護職取ってそっから生活が立て直ったからやりたいことやろうと思ってたのね東京俺「えいや東京引っ越しますよ」って「間に合いません」っていや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  いや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 っていうそのあのあの悔しさはなんだろう帰り道のあのねもう絶望だったんだよねそのもうそこにかけてたからうん東京都民じゃないと都のお金だからダメなんだっていうさ えでも俺日本うんまあそうかとかうんああ分かんないなちょっとその何て言うかあれまで覚えてないなそのプログラムのなんか都がやってるねあのあれだったんだけどああそうかと思ってねもうダメだな終わったなって思ったねその時は一番ちょっと寂しかったなすげえ寂しかったな帰り道あん あれは多分忘れないだろうなあつらかったねどうやって生きてこうと思ってたもんねあまあまあまああそこは結構ショック受けたなうん,なんかそこまでしてルールとかが必要なんだっていう うーん難しいよなあそこは難しいね、うん、風船ありがとう。 人間だから、ね、いろんな生き方があるしさ日本人だけでも1億3,000万人いるわけでしょでなんかね若い人にはねあの、要は普通って呼ばれてる生き方サラリーマンをやってとかその「クレヨンしんちゃんのヒロシ」とかさナミヘイみたいな生き方っていうのだけじゃないんだよっていうねむしろ実を言うと社会に出るとわかるけど普通って一番難しいんだよ ああいうさ絵に描いたような中流過程みたいなのって多分20%ぐらいだよねわかんないけど俺の体感なんだけど社会に出たからの残りのねやっぱ4割4割じゃないかえ80%かうん5分の4はねやっぱねなんか面白い生き方してるよ、うん、あの「普通」って呼ばれてるものが全てではないからねっていう。 何が言いたいかって言うと足立区も江戸川区も東京都だからねっていうことよ <laughs> これが一番わかりやすい例えかな、うん、あの東京っていうと池袋、えー、秋葉原新宿六本木お台場違うよってあのー あの足立区も江戸川区も東京都23区だから忘れないでねって話だよねうん、うん、すごい大事だよねそれは、うん、すごい大事なんかこうキラキラしたものに目奪われんなよって でね俺昭和天皇の言葉がすごい好きで昭和天皇って植物学者だったんだよね。でねすごいこれは名言だなっていうかね植物学者だなっていうかなんかその天皇陛下たる言葉だなって思ったのが天皇陛下の有名なお言葉で「雑草なんていう草はない」っていうこの言葉すごくないまあ俺が言ったら説得力はないけど言葉っていうのは誰が言うのかだから。 これはねでもねその天皇っていうその日本のトップであってねでその植物学者としてその両方としてもふさわしい言葉で雑草なんていう植物はこの世の中に存在しないっていう言葉すごくないうんうんあ,あそりゃそうだよ行動が全てだよ行動がパフェありがとう小之さん行動だよ行動 そうさあの人間って頭がいいからあのこの頭の良さに頼りがちだけどあの俺はなんだろう体感とか行動の方がいいと思うよ間違った結果だとしても。あのなんだろう些細なことでもいいからその自分が欲しいと思ったらそこに向かって、うん、何かその行動をするっていうことが実はすごく大事で。 あの何て言うのかなうん頭でねああだこうだって言ってもね人間の脳みそって何に特化して頭が良くなってるかっていうと実はその自然界の生物を見たら分かるけど別に握力が強いわけじゃないでしょ筋力足が速いわけじゃないでしょ牙を持ってるわけでもないんだよ。何なんでもその何て言うのかなあの。 どう他の動物に比べて強いわけじゃないでしょじゃあ何で人間が食物連鎖の焦点に立ったかっつったら危機回避能力なんだよ。要はリスクヘッジをする能力。要はあの危険を避ける頭で考えて逃げるっていう能力が得意なの。だから人間ってね あの考えてるようで実は考えてなくてほとんどがねこれはリスクなんじゃこれはリスクなんだこれはリスクなんだっつって行動を抑制するようにね悩んじゃうんだよ、うん、放送に未来はないとか言ってなかったっけあ言いました言いました僕放送に未来ないと思ってますよエイリアンさん持論変わんないっすねあのー、なんで放送に未来はないかっていうと構造上の問題俺配信すごい好きなの生放送大好きなの で,できるだけ続けていきたいと思ったんだけど多分ねあの収入的に今がピークなんじゃないかなっていうバブルっていうか俺多分ねニコニコ生放送の初期のもう配信者とリスナーがバーって熱くなってた時期っていうのがあったんだけど第2回目のブームが来てると思うの大きなブームがだけどね俺ここが天井なんじゃないかなっていうのが俺の予想あのね正直言うと潰れるとかなくなるとかそういうことは思わないけど 今が頭打ちなんじゃないかなっていうのが俺の推測かなみんなはどう思うみんなはどう思うまだまだ発展すると思う放送俺はね中で体感やっててねあちょっと今がピークかなっていう感覚かなまだ6年しかやってないけど要は前回のブームも知ってるね前回そのブワーって伸びた時と全く一緒なのよ ただ何が変わったかっていうとお金が稼げるようになっただけでだから人が参入してるだけでこれはねあの構造的に長く続かないんじゃないかなっていうかまだまだ発展する産業ではないなっていうのが俺の予想かなあのね面白いやつは出てくるあのね七原くんみたいなの出てくるのあそれは確率論的に出てくる絶対そこはね問題ないただ あのー、俺ね要は行行くく人は行くんだよ伸びる人は伸びるの石川紀之とかその花形金牌さんっさんとかだけど何だろう全体のパイっていう要は個人のプレイヤーとして話してるんじゃなくて一部俯瞰してる傍観者として見たときにあこの産業これ以上でかくならないなって思い始めたね要はね何て言えばいいのかな あの時間を食うんだよねこの遊びって時間に余裕のある人しか生放送って楽しめないので多くの人はさ忙しいんだよいや放送に規制が入るっていうかこもっとね深い構造的な問題っていうか仕組みの問題で YouTube ってさ便利なのがさあの電車に乗ってる通勤時間とかさ、えー、お昼休みとかで見れるんだよ 都合がよくしかも自分が欲しい情報が見れるの。っていうのと当たりか外れか分かりません。っていう情報と欲しい情報でそこそこ5分10分で80点の内容の動画どっち撮るって言ったらやっぱり忙しい人からするとえっ、ー、とうん。 動画のの方を選ぶと思うの要は働いてたりとか社会生活をしてる人からすると。でえー、とじゃあ暇な人っていうのはどういう人なのかっていうと生活保護者ニート無職えー、主婦とごく一部の金持ち。うん、ここにいる人たちね生活保護者無職ニートええー えー、主婦ごく一部の金持ちいや論,論点だよ論点だよ論点論点俺が言ってる構造の問題だからでごく一部の人に投げてもらってで多くの人はやっぱり貧乏なわけだでだから暇だから時間を持ってる層はここなんだよっていうのよアルバイトをやってる人は多分ね普通動画に行くと思う普通普通ね だから俺らってさ配信の中にどっぷり入ってるから配信がスタンダードだと思ってるけど周りの職場で「私も生放送大好き1日3時間見る」っていう人いるいる多分ね俺100人に1人だと思うよ街中で生放送好きですかって誰見ますかって言って100人に1人ぐらいが「あ私放送好きです」っていう感覚なのよ。 多分そんんななもんじゃないの100人に1人いたらいいと思うよ下手したら500人に1人とかだと思うよそう思わないどう思ううんそうそうそういうことそういうこと新宿のマロさんありがとうありがとうそういうこと要はそこが悪いとかいいとかっていう問題じゃなくて生放送がそういう仕組みだからあのちょっと産業としてでかくならないよねっていう話をしてるの んとね、俺悪いとかね、悪くないとか、しげさん。俺そういう話してない。あの、そういう話をしてるんじゃない要は、いいか悪いかの問題じゃなくて、この産業ね。産業がでかくなるかでかくならないか。で、俺は今がピークだと思う。ピークだと思う裏付けはどこなのかっていう説明をしただけ。いいか悪いかは全然考えてない。だから、いいか悪いかとか、好きか嫌いかの話って意味がなくて、好きか嫌いかで言ったら、俺好きだからやってるのよ。 でしょわかるここがあの分からないと難しいよ。えー、俺は配信が好きなのだから、えー、とみんなと一緒なのねわかるだけれどもこの産業自体が伸びるかどうかっていうのは別問題でしょ、うん、俺働いてない働いてない配信で飯食ってる、うん、働いてないよなんでさそのあのなんでさ だってあの俺はただ生活保護者とニートと無職と株とか FX の一部の金持ちと主婦が見てるんだよって言ったらなんで怒るの何で君働いてんのかよってなんでそんな働くことにアレルギーを出すの俺はディスってるわけじゃなくて事実を言ってるわけだからあれはすごくいい仕組みだと思うよ就職は2回正社員は2回あります えー、YouTube プレミアムは投入されたけど和田さん的にはどう思いますかあれは、えー、ちょっと高いちょっと高いのえっ、ー、とね音楽が聴き放題になるのと広告が、えー、全部カットされるのとえっ、ー、とバックグラウンド再生ができるっていうのがメインかな3つ、えー、3つの機能が、あのー、使えるようになるのが1500円なんだけど うん、俺は500円でいいんじゃないかなって思ってるちょっと1ヶ月1500円1500円だったっけあれちょっとやりすぎかなっていううんちょっとやりすぎかなってもう500円が俺はベターだと思うよもうみんなに使ってほしいんだったら1000円だから1500円なんだよで3ヶ月間無料トライアルやってるけど値段設定はちょっと割高かなっていう だってバックグラウンド再生普通のアプリできるもん技術的には余裕できるんだよで広告費なんだよ要は要は広告の費用対効果から算出したんだと思うんだよねあの機能っていうのはあとは音楽でぶっちゃけで話は俺は音楽聴かないからあの別に広告入ってもいいやっていう派だからあの音楽がまあ500円だとしようじゃあ1000円は何なのかっていうと広告費なんだよこれうん そう中学生高校生がメイン層なのに日本だとそこに沿ったあれになってないだから俺は音楽省いてもらって広告費とバックグラウンド再生だけで500円にしてもらいたいかな多くの人がスタンダードになるんだったらでもね俺はねちょっといいなと思ったのが YouTube いいなと思ったのが要はね課金する方向に動いてるの要はあのそろそろもう慣れてくださいねって あのお金払うウェブサービスに慣れてくださいねってゆっくりゆっくり浸透させていってるでしょで YouTube がやるっていうことは産段があるわけよ要はこの1500円の強気でやってもいけるって思ってるわけだからいいと思うよ俺は俺はあの長い目で見たらいい動きだと思うけど今回のビジネスモデルがハマるかどうかっていうと分かんないうん え通信制限なしで見れるのプレミアムって。えどういうことえどういうことえそれは、えどういうことオフライン再生ってこと通信制限で見れるっていうとはキャリアの問題じゃないの光回線とか契約してる Wi-Fi の問題じゃないのえな、なんでそんなことができるの ?YouTube にそんな機能 つけられないはずだけど通信制限なしで見れるっていうことができないはず何でそんなことができるんだうんちょっとその辺まだ調べてないなオフライン再生ができるとはあったけど通信制限なしで見れるっていうのはちょっとよくわかんないそれは多分技術的に無理なはずだから どういうういことなんだろうでもまあ俺はそのなんだろうサービスに対してあのねネット民が特にその傾向が強いんだけど価価価って話をよくする人が多いのでもね世の中って世の中にほとんどあるものってあの原価まあコストコストねコストの中で費用の中で一番何がかかってるか人件費なの。 要はその人が働いてる働きに対してお金を払うって意味合いなのよ。料理とかでもそうでしょ。だって原価がじゃないじゃん。お店の雰囲気をコーディネートしたりとか接客であったりとかお寿司をどう握るのかとかさどう料理をするのかとかでしょ。服とかもじゃあなんでブランドモーとさユニクロで売ってるもーあんなに差があるのかっていうデザイナーに対する経緯でしょ。 っていうようにあの人にお金を払ってるんだっていうことが普通の考え方なのよこの社会のだけどどん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 システマチックに機械みたいにマニュアル通りにやってってるから限界に近く限界に近くっていうふうに大手企業を考えて大手企業ばっかりになっちゃってるから今の子たちが普通の商売分かんなくなっちゃってるので今 IT だけなんだよそのうん いや原価もも人件費も率は変わるでしょ <laughs> だって T シャツの原価とヴィトンが出してる T シャツの原価とあのユニクロが出してる原価ってそんなに変わらないぞ原価で言ったらわかる人件費なんだよ <laughs> ソフトバンクのギガモンスター入ってるけど YouTube とか MMOTV とか Hulu はパケット使い放題でもそれはソフトバンクに対するサービスでしょ 今の問題定義っていうのはキムタクさんが言ったのは YouTube プレミアの千いくらを払うと使い放題になるって言ったんだよ飲食じゃあ高級寿司 1, 個万、ね、1食3万円する寿司屋と回転寿司何が違うって人件費じゃん率変わるじゃん、うん、おお俺はそういう話をしてるんだけどごめんあのシゲさんが原価も人件費も率は変わらないって言ってる意味が分かんないんだけど 俺は高級店とそのフランチャイズの何が違うのかっていうと人件費と土地代が違うと思ってるけどだから原価の方があんまり変わんないんだよ差で言ったらうんだから原価には意味がないよっていう原価で物事を語るんじゃなくていいサービスをした人にえとお金を払おうねっていう考え方うんもちろん自分にとってね自分で選んでうん 原価はもちろん品質で変わるけど差が少ないっていうことよ例えば T シャツの原価布の原価って例えばユニクロだったら50円だっしよ原価が本当の T シャツの素材の原価ね500円だから100円を1000円で売ってるでしょじゃあ、えー、と1000円で売ってるわけじゃんこれを10万円で売ってるっていうことは何倍だ100倍でしょ100倍の原価かけてると思う素材に 100倍の原価かけてると思う違うでしょだからそこなんだよ原価が100倍になったら率が上がって売り上げが上がるっていうもんじゃないの自由市場なわけだからあオフライン再生だよねそうだよねうんそうそうそう,そう動画を家で w i f i で保存してっていうことはできるけどオフライン再生は俺はそんなに魅力じゃないと思ってるんだよね多分やらないと思う なんでかっていうとそのオフライン再生で携帯をいじくってる間に重くなるからままだまだなのかなっていう、うん、あいいよいいよ全然普通の話振って、うん、なんかさっきから重箱の隅をつつく人が邪魔するから、うん「外国人拡大ニュースがやってるけど日本に」 えー、外国人が働きに来たら日本人が買い物とかしに行ったら大変そうどういうことだろうやってきてるけど日本に外国人が働きに来たら日本人が買い物とかしに行ったらうんどういうことうんうんでもねなんだろうその まあ、とにかくその世の中にそのなんだろう原価じゃ回らないっていう話がしたかったのよ俺はサービス人に対して要は一番お金かかるのは人件費で人に対してお金を払うんだっていう感覚ってやっぱり忘れたらダメだよねそうじゃあさあの例えばさ高級なさあのまあ新宿とかのキャバクラとか高いわけじゃん ととかかバーとかって高いわけじゃんでも出してるお酒って生ビールってさ多分さあの,そ,のそこら辺の居酒屋で出してるビールと変わんないでしょそれが人件費って問題よ土地代と人件費が変わるっていうでやっぱ一番高いのは人件費だよいいサービスいい接客ができるかどうかでしょビールの原価は変わらないじゃん あ,あ言葉の問題っていうかね俺はねやっぱりコンビニエンスストアの店員さんが外国人ばっかりなんだけどやっぱり外国人になると接客のレベルが落ちるなっていうのはすげえ感じていてやっぱりね日本人スタッフがいた方が一人はいた方が安心するやっぱりねあの気質の問題なのか言葉の問題なのかわからないけど日本人の接客丁寧だよ あの俺はねやっぱねあのこれ人種差別ではないんだけれども外国人の人ってねやっぱりねやっつけ仕事感っていうのが伝わってくるよねうんだったら機械でいいんじゃないかなって思うね外あのねあの外国人移民なんつーのこうの外国人を働かせるっていう政策ってあんまり良くないんじゃないかなっていうだったら日本テクノロジー産業がね強いわけだから なんかねソニーとかとかやってさこうパスモとかで決済する仕組みとかさ全自動化するさなんか仕組みの方がまだいいんじゃないかなとか思ってるね。まあ、今自動レジとか進んでるから外国人を雇うよりもそのレジを自動の支払い会計機とかにそうセルフレジとかの方が俺はいいと思ってる。 その方が技術に対してやっぱりその分日本人にお金が回るし俺はナショナリストではないけどちょっとねやっぱりその接客のレベルが落ちたり治安が悪くなったりすることに対しては懸念があるかなうん絶対に問題になると思うよ後々長い目で見た時絶対に問題になると思うだって日本に住んで日本で生活したら日本で子供を産むじゃん 人間だったらで2世3世が出た時にやっぱり問題になると思うよ子供もいじめられるだろうしうーんうん今ね東京のオリジン弁当はあのもうレジ返さないんだよねあの 会計ピッてやってお弁当ピッてやったらあじゃあお金入れてくださいっつって向かいにお金を入れるキャッシャーがあるので勝手に機械が計算してボタンピッと押すとジャラジャラジャラっておつりが出てくる自動式なのよ、うん、要はもう足し算引き算ができなくてもあの会計ができるっていう仕組みだよね、うん、ちょっとね やっぱりその日本人がさ文化が発展しすぎてると思ってて俺は外国人になかなか伝わらない部分だと思うんだよねそういうところっていうのは外国人にそのわびさびだったりさ独特の間だったりとかさやっぱね気が使えるんだよ日本人ってあのまあ日本特有の文化だから日本国内限定でしか使えないスキルなんだけど やっぱりねその言語の問題じゃないと思うんだよな俺そこは言語の問題じゃなくてねやっぱりね文化の問題だと思ってるからこんなさ島国でさ何千年もさ鎖国鎖国っていうか閉鎖された空間だったわけじゃん異文化との交流がなかったから独自の発展した文化だからあの 国気味な方がいいんじゃないかなっていうだどん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 文化が壊れていくと思うよ俺は、うん、まあでもしょうがないんだろうな あ慣れてきたんだうんまあ慣れるしかないよね俺ちょっとまだ違和感感じるかなちょっと違和感感じるうん人件費がちょっと多少違う部分があるのとあとやっぱりその最低時給とか安い時給でそれでも働きたいっていう人が外国人しかいないっていう問題なんじゃないの、うん、多分そこがでかいんだと思うよ どうなんだろうねやっぱ助成金とか出てるのかな助成金ではないかまあ安く多分雇えるからだと思うよでもやっぱあの接客の質は確実に落ちてるなぁとは思うね分かんないそれがやっぱ言葉の壁だから何年かしたら解消されていくのかもしれないけどなんかねやっぱ不愛想に見えるんだよね外国人の接客って なんでか分かんないけどなんか不愛想じゃないなんかや,やっつけでやってるように見えるんだよね何かそのいやいややってる感出されるぐらいだったらなんか機械でもいいのかなってだかやっぱ外国人はやっぱり人なわけだから。 なんかそのイライラしたくないよねそこでだから夜中の店なんか「ありがとうございます」もん言わないもんねう,ーうーんまあ働いてる人はもっとストレスだろうなうーん働いてる人はもっとストレスだろうなうーん どうなんだろう,なうん,うんカジノは日本人に合うと思う俺はカジノ賛成派だねカジノ賛成派俺はねうんまあ、感覚は違うのしょうがないよね なんだろうそのうーんとね何が嫌だかっていうとうーんなんか本音と建前みたいなあばがありがとう本音とね建前みたいな部分っていうのが俺はあんまり好きじゃなくて例えばさ日本には風俗って違法なわけじゃん性風俗っていうのは。だ,からだけど AV もあるしあれはねモザイクかかってるから本番してない演技ですよって。 中に入れててませんよっていう建前でしょあと風俗とかもいやただ単にねマッサージとか体洗うっていうサービスを受けてたら勝手に恋愛関係になって勝手にセックスしちゃってるだけでしょうとかさいろんなその本音と建前あるじゃんまあ利権の問題なんだけどパチンコとかもそうじゃん明らかにさギャンブルなわけじゃんみんな知ってるわけじゃん日本人だったら。でも いいいやいやいやたまたまねあそこは遊技場ゲームセンターですよつってで景品交換で金を <laughs> 景品で金がもらえるだけでねフィギュアと一緒だとでたま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 パチンコ屋を出て右に曲がると金を買い取ってくる便利な店があるだけだとなんじゃそれやっていう日本は風俗違法だよ、うんうん そこをやるぐらいだったら国がちゃんともう認めてだって日本人なんかさ風俗大好きギャンブル大好きなんだからもともと大好きなんだからお酒とさ風俗とギャンブルはもう日本の文化なんだからもう伝統なんだからそんな俺日本からなくすことって無理だと思ってんのギャンブルとそのだったらあとカジノが何がいいかっていうと貧乏な人でも楽しめるから。 要はねパチンコってもうある程度、うん、その負けた時にさ10万円とかす可能性があるわけよあのー、5万とかで20万円で生活してる人のレベルで5万とかすとか10万とかすって結構やばいじゃんよ4回連続で5万貼るゲームを負けたらダメなわけじゃんでもさカジノって一応さその低いレートと高いレートがあるわけだから 自分のお小遣いの範囲の中で遊べるじゃんいやパチンコ屋の中のねあの ATM は結構俺あのね俺がガキの頃なんだよあれ始まったの俺が二十歳ぐらいの頃にパチンコ屋の中とかパチンコ屋の外に ATM を置き始めたりアコムとかプロミスとか置き始めた時にあいよいよやべえなと思ったよあのなんか無限連,連鎖なんかこの <laughs> なんつうの <laughs> とんでもないループシステムができてると思ってあれはちょっと怖かったねあれ怖かったよねうんあ、はいわかつカジノできて日本人立ち寄れないのどうなんだろうな外国人だけにするっていう仕組みやりたくない <laughs> 俺カジノ行きたいけどなやりたくないっすかどうなんだろうや,やりたくないみんなカジノ で、俺ありだと思うけどいやパチ屋の ATM はさすがにちょっとやりすぎだろうと思ったよいや別にいいんだけどいいんだけどちょっと怖いよねでもまあパチ屋もね今衰退してる産業だからね今はあのよく言われてるのは携帯のさガチャに全部取られたって言われてるよねあのー、携帯のガチャ携帯のゲームの普及率とパチンコのあのー 衰退率がリンクしてるっていう話を聞いたことにカジノは別にそんな難しくないよ。例えばルーレットなんか分かんなかったら赤か黒かのところに置いて赤か黒かになったら倍になるってだけだから。で数字がピンポイントで当たるとあれ何倍だっけ数字ピンポイントだと何倍 ?32 倍 とか,なんか別に難しくないよブラック・ジャックはだからえっ、ー、と21に一番近い方が勝ちっていうだけでしょそんな特別なルールじゃないでしょ、うん、であのカジノが一番どうもとか儲からなない仕組みなのあのどうもと例えば宝くじって買った瞬間にえっ、ー、とどうもとか半分儲かる仕組みなのね だから、あのー、当たった時の破壊力はでかいんだけど300円が1億円とかになるから破壊力はでかいんだけど実はあのー、宝くじを買った瞬間に半分堂元にお金がいってんのとイコールだから数学上はだから要は戻ってくるる要は <laughs> リターンがあるのの半分しかないのよだから何をやってるかって買えば買うほど数学上はあのー、半分堂元が儲かり続けるっていう仕組みだから。 パチンコとかは25%かな胴元が儲かるって言われてんのが。20%だから25%だから、実は還元率は結構高い方だって言われてるけど、でもね、カジノのパーセンテージは確か3%なの、全部のゲームの中で。で、ゲームによっては、機械割が上がるゲームがある、それがブラックジャックじゃなかったかな確か。だからブラックジャック、本当はカジノが置きたくないって話聞いたことあるけど。 確かね、ブラックジャックは特定のパターンがあるときだけ100%超えるの。要は、あのー、やる方があの勝つ確率が高いっていうゲームなのね。うん。パチンコやスロットは衰退してるの。すごい衰退してるね。一時期ね、あのピークが何兆円産業だったかな ?40 兆円産業とかじゃなかったっけピークのピーク。とんでもない産業になったんだけど、40兆いって、40兆もいってないっけ どれくらいっっって言ったっけとんでもなかったよねパチンコの産業どれくらいだったっけもう全然覚えてないわもう経済の勉強してないから40兆円じゃなかったっけピークってカジノ入場料を取るんだうん,うんまあカジノは別にいいんじゃないかなと思うけどね俺みんなは反対派 俺は別に賛成派だねなんかパチンコとか競馬とかまあただ利権の問題でしょっていうあの警察が管轄するのかとかだから管轄見てみるとわかるよ競馬は何々あの経済産業省はどこうとか全部あの省庁によっての利権なんだよあれ調べてみると面白いよあ,あ入場料6000円なんだ結構するねうん パチンコやスーパチロにトイレ借りに行ったらお客さん少ないとき、いやいやいや、今全然ガラガラでしょ。ガラッガラでしょ、パチンコ。だって俺が若い頃なんか、並んでて入れなかったり、台が取れなかったりとかだ、あっ、ニンニーありがとう。ニンニー届いたよ。ニンニーありがとう。明日動画作るから、その時開封するから。ニンニー、あそこに飾ってある。ありがとうね、ニンニー。届いた、届いた。 缶コーヒーありがとねうね、ん。こんばんは。にいつもありがとう。いいよ。コーヒー助かります。届いたありがとう。にいつもありがとうね。入場料六千円か。まあまあそれくらい払ってもいいんじゃない。そこでハードル設けるっていう。あわかんない。ADHD とギャンブル依存症の関係わかんないわ。 ごめん勉強不足だ、うん、どうなんだろうねまあハマりやすいような気はするけどな ADHD の人うんっていうか別にギャンブル依存症は普通の人でもなると思うよ俺どんな人でもまあでもねあの あのもうユダヤの格言かなんかに書いてあるんだけど税金は働いてる人が納めるもので愚かな人が納める税金がギャンブルとかなんか格言あったよね要はバカが払う税金なんだっていう <laughs> すげえんか的を得てるよねうんうん最近ギャンブル行ってないね 入場日数の規制もあるあ,あそうなんだお,うあおいしいよあのコーヒーはあの缶コーヒーすげえうまいよおすすめタリーズの金の缶コーヒーあの自販機限定が多いかなコンビニとかで置いてないけどうんいやいやすごいよね愚か者が払う税金ギャンブル <laughs> ままあまあ昔からあるってことだよな風俗とギャンブルとかずっとあるもんねでもまあ程よくなんだろう楽しむ分には俺は構わねえんじゃねえかなっていうふうには思うけどなギャンブルおはようございますああ雪のさんいらっしゃいうん俺は思うよあの全然普通に大人の 楽しみとして、趣味としてやるぐらいだったら。多少ね、やっぱ毒もないと。面白く刺激がないとダメでしょ。人生は。うん、ああ、働かないっすね。うん、社交心は大々小なり誰でもあるからね。ガチャも言えばそう。ガチャはもうまさに社交心煽りまくってるでしょ。うん。うん だからその刺激が高次元か低次元かっていうだけの話だと思うよその刺激例えばその何かものを作って達成感を得るとかランナーズハイとかさオリンピックで金メダル取るとかさもうね刺激なわけじゃん、うん、治安悪くなるだろうねううん、うん 悪くなるだろうね五輪に外国人が結構来るけど事件とか起きなきゃいいな。いやまあ起きるでしょ。うん、起きるしそういうニュースをバンバンやると思うよ。いや YouTube ライブすごいよね。神回線だよね。今最強の回線だと思うよ。だって 4K を生放送でききんだよ、うん。ちょっと太ったかもしんない。<laughs> ちょっと太ったかも。うん あと、まあ、パソコンじゃなくて、携帯電話の配信は、太って見えやすいの。あの、広角レンズをつけてるから、広角レンズって歪ませてるのね、世界を。だからね、横に広く見えやすいっていう。うん。これだとちょっと雰囲気変わるでしょ。まあ、アップにはなるけど、少しだけ痩せて見れるでしょ。これがね、あの、レンズをつけるとこうなるんですよ。ちょっと見え方変わるはず。 だからあのー、意外とそんなでかくないとか太ってないとか言われるよねはいおはよう 4K 生放送できるよ YouTube 余裕でできるよただ受け手の回線の問題で受信が遅くなっちゃうからまあちょっと実用的ではないフル HD ぐらいが一番いいんじゃないかな今でもちょっと太ったね レートが高いいい方に行ってもいいんだけけどすぐ元出がなくななくるだだのよ <laughs> でしょだから結局あの別にレートが高い方に行ってもいいんだけどやっぱ人間って考えるから1万円しか持ってないとか10万円しか持ってない10万円持ってるからこのレートに行こうとか1万円持ってるからこのレートに行こう例えばさギャンブルカジノに6,000円払ってね 1>, 1万円しか持ってないのに、一発勝負で1万円分のチップを赤か黒かに貼る人って多分あんまりいないと思うんだよ。逆にすげえすがすがしいぐらいかっこいいよね、その貼り方ってね。もう一点張りもう一発勝負で、赤か黒か3回やったらいくらになるんだ ?2、4、パーだから、えっ、ー、と、8万になるのか。<laughs> 3回連続で <laughs>、全突破したら、あの、 1>, ね、1万円が8万円になるっていうそんな開示みたいな俺そのギャンブルの楽しみ方する人はねダメな人だと思うの、ねうん、うん。俺ね0.5鉢は一番ダメだと思う。あのねゲームセンターでパチンコやるのと0.5鉢でパチンコやるのはマジでなんか本当にもったいない気がする。なんでかっていうとあのただ時間が消費してるだけだから。 あのお金を本来の実機の10日のパチンコはあの、えー、と時間を失うプラスお金を失うっていうもう本当の廃人コースなのわかる本当の廃人コースなのね <laughs> お金と時間を同時に失うっていうもうど救いようが一つもないんだよだけれども 0.5 8のたちの,の悪いところが地味にお金が減っていくのと時間,は10日時間の価値はみんな一緒だからその貴重な時間が奪われていくっていうのはね俺はね罪だと思うんだよねだったらもう貼った方がいいんじゃないみたいな結構楽しく生きてますねはい結構楽しく生きてますね うん俺は0.5パチやるぐらいとか1パチとかやるぐらいだったら10日でバチッと負けた方がなんか面白いんじゃないかなとか思うけど、うん、そうギャンブルやるんだったらそうギャンブルになってないってことはさそのゲームとしてやりにいくわけじゃん。 でゲームとして俺パチンコは全然面白くないと思うんだよね。うん。ましだとも思わないかな。なんかそれが得だって思ってるのって結構やばいと思ってる。うん。あ、まあ、低辺は低辺だね。楽して低辺だね、うん。うん。確かに。まあ、ね本当はね、楽してね、金持ちが一番いいんだろうけど。 まあ楽して底辺だね、俺は。うん、いい言葉だね。楽して底辺、うん、まあ、2、30万ぐらい収入が。でもまあ結構楽しいよ、うん。あの、イベントに出れたりとか、あの、ちやほやされるから。<laughs> 他の部分で満たされるね金銭的な部分では満たされないんだけど他の部分で満たされるよただやっぱ寂しくないっていうのがでかいかもしんないよねうんその人にちやほやされるっていうのは結構でかいでかいアドバンテージだと思うよ あー毎日会社辞めたいと思いながら働いてるか辞めた方がいいんじゃないの意外と俺ね何だろうどうなんだろうな意外と辞めてみたら幸せかもよ、うん、で辞めてみるっていうことを本気で考えた時にそれでもあ気づくものがあるっていうか辞めるシミュレーションした時あ今の仕事めちゃめちゃいいじゃんって見えてくるんじゃないの 一回辞めたいじゃなくて辞めるっていう決断をしてみてシミュレーションしてみたら頭ん中であれって意外とこの会社いい会社なんじゃないみたいな月収100万いったらちょっと人生変わったなって思いますね月収100万配信で行ったことないんで配信でっていうか普通に行ったことないんで月収100万いったらちょっと嬉しいっすね欲ししいいいものいっぱい買えるし ちょっとね、うん、ちょっと配信でだよあのやりたくないことであのお金稼ごうとは思ってないから遊びながら要は配信とか YouTube とか好きなことやってて100万だよ条件はなんか働きたいとか思ってないから働くのが苦痛でしょうがないからだからあのまあ今やってる仕事で100万だったらめちゃめちゃハッピーっすね めめちゃめちゃゃハッピー、うん、まあそれそうだよねうんわかるわかる毎日辞めたいけど働くさっき言ってた普通を貫く難しさ普通は結構レアだからね、うん、普通は結構レアだよ、うん、窓際族えめっちゃいいじゃん考え方の問題なんじゃないの仕事与えられないパワハラって逆に言ったら無敵状態じゃん 会社に通ったらお金もらえる状態でしょあ、やっぱ人間の、だから、俺だったらラッキーみたいな。ヤっはーみたいな。もうずっと本読んだり、漫画読んだりしてるけど。うん。アイラだね。アイラが年収1億かな。去年の数字が。アイラが年収1億。だから月収で言うと平均700万ぐらい。750万ぐらい。うん。まあ、ぶっちぎりでアイラだね。うん。 ぶっちぎりでアイラ会社の PC でアンケートとかに答え続ければ結構稼げるどういうことなんだろうああ副業をやるってことかうんでもやっぱりだから承認欲求が満たされないって意味なんだろうなうん承認欲求が満たされないんだと思うよやっぱり人に認めてもらいたいんだよお金も安心感もあるけど生存の欲求って言うんだけど マズローの5段階欲求説だと要は生きてくためのお金を得たいっていうのとあと人に認められたいっていうところでしょうん干されるのはつらいだろうねいじめだかんね干されるってうんもうだからやめさせようやめさせようとしてるんだろうねうんまあだから俺はね集団行動そういうところが嫌なんだよね絶対 絶対に起こるから絶対に誰かを敵にしたりとか絶対集団になるとそのなんだろう仮想敵みたいなのも作られたりするからだからまあピンでやってる方は楽だよね少なくともそれはないから、うん、まあだけどシビアだけどねピンの場合は実力なかったらもう食っていけないからね本当に。 こ,こだよな干されたくはないよねやっぱ認められたいよね堀江さんがアベマ t v ですごい面白い番組やってるねなんか半年間で東大3人受からせるっていう番組やっててで3人受かって堀江さんも受かったら4人受かったら1,000万もらえるっていう。 で 1, あの4人受かんなかったらノーギャラっていう結構面白いよ3人東大に受からせるって結構すごいよねもし達成したら1,000万以上の価値あるでしょ、うん、どうだろう今ギャンブルで食ってけんのかな昔はね全盛期で人が多かったりしたりおっさんとかがねなんか大捨てて ゾーンとかでハイエナやってれば食える時代あったけど今もう店ガラガララだかから無理じゃないかないあれだから知識のないサラリーマンとかおじいさんとかもパチンコとかスロットとかやってて満席だったから隙間ついていけたと思うけど今厳しいんじゃないかなパチンコとかスロットで食ってくっていうのはどうなんだろう どうなんだろうね。ふわっちなくなっても。でもね、ふわっち自身がなくなっても課金サイトは腐るほどあるから、なんとかなると思うよ。YouTube だってスーパーチャットやってるし、なんかもう、っていうよりも、なんか、ふわっちが売り上げだからね、どん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 伸びてってるから、なくなりはしないんじゃないかな。うん、なくなりはしないと思うよ。な移籍するだけじゃん。 だから配信者はそこは強いよねだからその会社が運営サイトがダメになっても移動すりゃいいから俺らはそこは強みだよな、うん、そこのリスクは取ってないからだから好きなところにツイキャス行こうとかふわっち行こうとかあの YouTube ライブ行こうとか自由にね儲かるところに移動するだけだからね俺らはだからみんな移動してんじゃん 亡くななりはしないと思うよ衰退はしていくと思うけど1割もいないと思うよパチンコで食ってってる100人に1人とかだと思うよ俺の同級生でパチンコあのー、で飯食ってたやついたけどなんかなんだっけ朝8時にもう待機してて 駐車券取って飯パパッとそばかなんかコンビニかなんかでおにぎり食ってで並んで10時から閉店10時まで行ってで残りの1時間は台を片っ端からメモ取ってまあ当時データとかなかったからネットがなかったから全部メモ取って3店舗ぐらいはしごして次の日の台とかイベントとかチェックしてで日当の平均がマ そいつはえっ、ー、とね30万稼いでたんだけどマックスで稼いでる人で40万だったのその全盛期の頃だよマックス40万月平均あの勝ちとか負けとかあるからグループでやってたんだけどそれってさって普通にさ朝8時から夜の12時まで働いて月収40万で毎日働いてるんでしょって割に合わなくないのって言ったらパチンコ嫌いになったって言ってたの絶対勝てるって言ってたの。 <laughs> 絶対勝てるけどもうただの労働なんだってもう当たりとか確変引いてももう確率で打ってるからしかもそいつ花の刑事が好きだったの初代の初代の花の刑事が好きだったんだけどあの勝てない代だから海物語打つんだってで海物語とか全然面白くねえって言ってたよ <laughs> <laughs> もうだからパチンコが好きでパチンコ食いたくて始めたのに2年ぐらい経ったらもうやめたいって言ってたもんそれそうでしょ毎日休みなくずっと働いて30万でてっぺん取って40万だよんやめるでしょそれはで店とかに注意されるんだようんいやないわな パチプロとは似てないんじゃないのライターとかだったらちょっと分かるかもしんないけど、うん、パチスロのライターとかだったら分かるけどパチプロっていうのはあのパチンコで普通に食っていくことだからねどうしようかな延長しようかなうんどんな気分見る見る放送ある感じほかに今今日当たりの放送ない感じ配信続けようかちょっと迷ってるな延長しようかうん まあまあ出しこと変わらないっていうか労働だよね完全にいいねプレゼントありがとう海のおじさんありがとうアイテムアザースまあ完全に労働だって言ってたよね楽しいからやってるって感覚はないって言ってたねうんうんやっぱりギャンブル性があった方が楽しいんだっていつ当たるか分かんないとかでもさ海物語って結構機械割に忠実に出る台じゃん 平均ジャグラーみたいな台じゃんだからもうそのなんだろう釘を見てさあの釘をずっと見てあの1分間に何回転回るかとかさ1,000円で何発回るかとかしかもメールで報告するのリーダーに。で台移動してとかあの相馬機械割りどおりに動いてとかずっと1時間待機してとかもう指示通りに動くからただの労働なの。 ただの労働うんギャンブルはあの確率的に言ったら絶対負ける確率的に言ったら絶対負けるだからよっぽどそのパチンコ屋にぎゅうぎゅう500人とかが入っててバカな客がいてそっから奪うっていうことはできるのよ要はパチンコ屋さんに人が集まれば集まるほど勝てる理論 勝てる隙間はできるんだけれども普通にやって普通にやったら普通に負けるだけだからねうんうんだからそこは微妙だよねそこは微妙、うん、だからあのお金を使いに行くっていうのが正しい使い方だと思うよパチンコ屋に行ってストレス発散をしに行くっていううん そうそそそうううあとなんかもう一個いい台あるって聞いたけど俺がちょっとパチンコ興味なかったからその時あの全然スルーしちゃったんだけどあだ結構意外とプロ羽物打ったりするとかなんかクロートは羽物に行くイメージがあるね羽物楽しいって言ってたよ全然出ないけれどもあの釘釘に忠実に出るから羽物めっちゃ楽しいって言ってたよ羽物はクロートがハマるんだよ いや彼らはさ1日1万稼げれば勝ちだから、うん、あのー、普通の人ってさ10万とかさ5万とか大勝ちを狙うけど彼らはさその期待値でその1万いくらを狙うわけだからだから見切りが早いよね、うん、まあ、今はねパチンコをやってる人少ないだろうなどうしよう延長しようかなどうしようかなうん どうしようあ、まあ、パチンコ産業お金払い,い,いから、ねうん。あさっきその話したんですよ。ギャンブルはバカが払う税金って。ユダヤの格言かなんかですよね。ロメンデンさんそれ。そうさっき話してた。あ分わかる人がいた。うん。なんだっけ、あの、えっ、ー、とね、猿の実験で、 1> 1回ボタンを押すと餌が出てくるっていうのを3回1回4回とか仕込むんだよそうするとボタンを押すとえっ、ー、と餌が出る嬉しいって言ってボタンを押す餌が出る嬉しいって脳波ウウを読み取ってんのねであの快楽物質が出るんだけどもそれが面白いことに餌が出なくなったりするの後半出たり出なくなってランダムになってくるんだよそれででもも出ない時でも ドーパミンが出ちゃったり最終的には全く出なくてもボタンを押し続けるんだって <laughs> だパチンコってそれだからね社交心ってそれだからね簡単に言うと最初に一回当たりを覚えちゃうと脳が覚えちゃうわけじゃん快楽物質が出るのがでギャンブルの快楽物質ってセックスとかよりも強いからだから一回ハマっちゃってその脳をバグらせちゃったらもう出なくてもお金入れ続けるってことでしょ、うん うん、延長するか1回延長します2時間ぐらいがちょうどいいよね配信はねもうちょっと話足りなかったなーっていうぐらいが一番楽しい配信はそう3時間とか4時間やるとダラ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 しちゃうからねうん まあいいんじゃない別にお金に余裕がある人とかが遊びでやる分には全然問題ないと思うよでもまあまあ飽きてるよね国民がうん国民が飽きてると思うパチンコとかスロットとかにうんうん一回でも当たりを知らないとダメだ 一回その当たって脳が快楽物質が出るっていうのを脳みそが覚えないダメだからだから最初にパチンコ屋に初めて行った人が負けるっていうのはラッキーなんだよなんだこれつまんねえ二度とやらないと思うから一番立が悪いのは初めて行った時にビギナーズラックで当たっちゃうともう覚えちゃうから脳がそれがまずいパターンなんだってうーん いや人生失敗とか別にないでしょ。バカありがとう、小林さん。アイテムありがとうございます。延長代にさせていただきます。延長代ありがとうございます。うん。お、そうだよ。俺はだから、配信ボタンを押したら、花火が飛ぶんだよ。<laughs> 配信ボタンを押したら、花火が飛ぶっていう、お前らに仕込まれたせいで、 ね、花火が上がらなくても配信ボタンを押すようになっちゃったんだよ責任取って本当にお前らが花火という麻薬を与えたことによってね爆投げという花火を覚えてしまったんですよ僕は一回ボタンを押してね爆投げ師が花火100発とかやっちゃったから花火が上がらなくても喋り続けるマシーンになってしまったんだよ本当にこれ花火師さん責任取って本当に 人間は30%期待してボタンを押すらしいけど猿は50%ないと押せなくなるあそうなんだへえうんそうですよ <laughs> 確かにな配信ボタン気付いたら押してるからな <laughs>、うん、残念だよね残念ありがとうバカありがとう 延長台にさせてい何だろうなスポーツとかが一番健全なのかな何が一番健全なんだろう健全な遊びってなんだろうね楽しいね喋りを楽しんでるよありがとうねこの目んだろう健全な遊びって何だろう俺ね読書読書は結構ありだなと思うの。 読書って結構金かかるんだよ月2万ぐらいかかるよね本当にヘビーな人は7万とか払ってると思うのでもね読書は結構健全な趣味だなと思うしあとスポーツかななんだろうまあ確かにね捨て頃の時にトレーニングしててびっくりしたんだけどちょっとやっぱり顔が締まってくるし体がかっこよくないもう元に戻っちゃったけど 肩幅っってて変わらないと思た超撫で方なのよ俺でも捨て頃の時とかね肩幅あれって脱いだ時にね肩幅がガッてなってびっくりしてなんかねそういうスポーツの楽しさを知ったのはね生まれて初めてだったから捨て頃の時にあれはなんかちょっとあ運動やってる人とか体鍛えてる人ってこういうのに喜びを感じてたんだなーっていう。 今までその運動するやつバカだと思ってたから、うん、正直バカだと思ってたけどあなんかわかるぞってこの人たちの気持ちわかるわっていうふうにねやっぱ体験してみることって大事だよね体験してみることってスポーツなのかな読書まあ読書かなとは思うけど俺はうんうん 金がある時ななどううんだろうまあみんな普通はね貯金1,000万ぐらいあるんだろうな33だったらなあまあこんな生き方してっかんな貯金もできねえよ <laughs> まあ貯金はしないんじゃないかな多分もう貧乏長いからさあの欲しいものを多分もう資本主義の権下っていうか嫌な成り金みたいになると思うよ。 1> 俺一回だから金持ちになってみたいもんな俺100万は月収100万からが金持ちだと思ってんの最低ラインの金持ち名乗っていい庶民からすると100万って金持ちじゃん月収100万でぶっちゃけた話何でも買えるわけじゃん欲しいもの全部手に入るわけですようん何でも買えるもんねうーん だから一回経験してみたいかな。自分がどうなるんだろうっていう。何に金使うのかなっていう。多分全部使っちゃうんだろうけど。一回あぶくぜに掴んでみたいなや。あぶくぜに。 どうなんだろうなでもまあ飯が食えてらねいいでしょううまい飯があってさ楽しいことやってたら俺本当に一番幸せだと思うよあと恋人がいたり仲間がいたりさそれが一番じゃない結局飯が食える えーとやりたいこと仕事とかさやってるまあやりたいことやってるまあそれでも最高に幸せだけどそれを共感できるっていうか楽しいねっていうふうに同じ価値観持ってる人が隣にいる仲間がいるそそれでいいんじゃないのうんうん いやでもほら知らないわけじゃん知らないことは知りたいから1回でいいから100万掴んでみたいかなでもうすごい嫌な性格になるっていうのをリスナーに見せたいね <laughs> もうこいつクズ野郎だなみたいな、うん、もうこいつゴミだなっていうところをリスナーに見せてまた貧乏に戻りたい1回経験したいかな、うん、いかにその無駄金を使うのかっていうのを ちょっと経験してみたい知らないことを知りたいっていう感じかなうん100万つかんだことあるみんなすげえな1億1000万あでも野球選手とかスポーツ選手多くつかんだ人ってあのすっごい苦労するらしいねもう要は現役の時に使っちゃうんだってお金をで、税金とかも結構高い額払ってるから年俸っていうともそんなに手取りは多くないわけじゃん だからもうすごいらしいよお金の工面が大変で一部さレストランやったりとかさお店がうまくいってっていうさ頭のいいねスポーツマンの人はいるだろうけどほとんどの人がもうバンバン使っちゃうんだってキャバクラとか飲み屋とかで何でもかんでもまあ人生おかしくするだろうね若いうちに金掴むとごく一部だろうね正しいお金の使い方ができる人は。 まあ俺には関係ない悩みだからうんどうなんだろうねいやわかんないよそれ元手になんかうまくやるかもしれないしまあ俺は無理だろう金が増える絵が浮かばないもん <laughs> なんかの授業で成功したわとか絵に浮かばないでしょ なんかなんかに溶かすんだろうな趣味にビジネスセンスないからね俺は。 マジでななどうやって稼いだのその額二十歳の時に二十歳の時に100万持ってたのマジか何に使ったのあすげえな100万 いやーすごいなーそれは、うん、わけが分かんねえな100万なんだろう時計とか買ったのかな車はもっと高いもんなバッグとかバッグは100万もしないよな高級バッグっつっても40万とかでしょ 一番高いバーキンとかバねえ40万とかで買えるよなプラダとかでも20数万でしょ100万使う時女の人の方が意外とバッと使うよね男の人の方が計算して使うイメージ女の人の方が大金使うのうまい気がするバッてかっこよく使うイメージがあるバーキン100万もすんのうん パーキンそんな高いんだ毛皮のフードとか買ったのかな毛皮の <laughs> マダムが羽織ってるやつすごいよねへえ使うよね女の人はね カット使うよねあと根に持たないよねあの時ああすればよかったって思うの男だよね女の人使ったらそれでああ楽しかったで次いけるもんね、うん、若い頃はよかったわよって笑い話にできる強さがあるからね女の人は男はダメ <laughs> 男は耳っちいからあでもねあのコンビニエンスストアの店員やってる人に聞いたことがあるんだけど 募金をするのはほとんど男だってこれ面白くないあのねレジにずっと立ってると1円とか2円とかの小銭をレジの横の募金箱に入れるのほとんど男だって女の人はい、ほとんど入れないってほぼ見たことないって言ってたこれ面白くないだからそういうところは雑なんだよね男って。 女の人でコンビニエンスストアの募金入れたことある人いるこの中の女性リスナーってどうなのか入れないなんかその店員さんの一人の意見だからあやっぱ入れないんだニーニーさんって女なの男の人の方が入れるんだって俺は入れたことあるねうんえ男か女か分かんないんだけど <laughs> リスナーさんあるかないかってこれ男か女かがすごい重要なデータだから。 おっさんで入れたことないかうんひまーさんは男かなうんいらんやつ片っ端から売るんだ女の人はあひまーさんは入れるんだじゃあじゃあ統計間違ってるんだな逆だもんね両方男でないっつって男の人入れるうんなんかねそいつの持論で女の人募金入れねえんだよなっつってたうん まあエリアとかにもよるんだろうな猫の目入れないかたまーに入れるかなうん、なんか小銭募金しまくりなんだ <laughs> 募金しまくりなんだまあ和道に花火投けるもう募金だからねある意味ね <laughs> 恵まれない恵まれない33歳の寝っ転がってるおじさんだもんな毎日募金してるようなもんだもんな <laughs> もうだから花火っていうのやめて募金って言えばいいんだよ恵まれないかわいそうな人間がたくさんいますってこの人たちは社会であぶれてしまったんですって募金よろしくお願いしますって言ってりゃいいんだよ、うん、犬猫はどうコンビニ募金入れる今日だって入れたあーそうなんだねあやっぱ入れんのかなどうなんだろうまあまあちゃんとした統計じゃないから。 まあ女の人はだからね、だから大きい額をパッて使うけど、細かい額はだから硬いんじゃないのうん。俺、フワから離れてないよ。うん。俺、毎日ふわっちやってるけど <laughs>、欠かさず。解禁賞もらってもいいと思うよ。多分、配信時間一番回してるの俺でしょ。ふわっち、トータル。ここ2年ぐらい。 うん、いつでもやってるでしょ俺あまたこいつおすすめ欄にいるわってならないなんかいつも2段目3段目にいるなってならないどの時間帯でもやってるからなんかみんなの中ではいつも配信やってるってイメージらしいよいつ寝てるんですかって言われるもん、うん、多分配信時間ふわっちんの中で一番長い自信があるけどねトータルするとね 安心感永遠の2番手3番手なんかね昨日ねなんかコメント欄で石川のりゆきさんと絡みあるんですかってコメント結構あったんだけどなんかのりゆきさんなんか言ってたらしいよね俺のことうん俺やあ最近ね夜中やってないね夕方から夜はやってない朝方昼間やってるうん めちゃめちゃやってるのは朝方朝方の方が花火飛ぶんだよなんでかわかんないけどね朝の人の方が花火くれんので夜はめっきり夜だから朝から昼間だね花火くれる人がやっぱりさ花火くれる人の方に寄っていっちゃうから別に夜がどうとか昼がどうとかじゃないんだけど俺はもう花火が上がる方へ上がる方へやってったら必然的に朝方になってったな なんで朝の方がが花火上がるんだろう朝方の枠結構くれるよだからまあ主婦の人がくれんのかなどうなんだろうなんでなんだろう謎なんだよねよく俺も原因が追求できてないというかなぜ朝もらえるのかが分かんないんだよねもうちょい花火欲しいなあ 誰かあと一発ずつくんね2発もらえたら時給1000円になるからウハウハなんだけどもし放送面白いなと思ってる人がいたら誰か花火ちょうだい <laughs> 頑張るからおしゃべりするから、うん、時給1000円いくとねやっぱね働いたなっていう仕事したなっていう感じが出るから、うん、30分に一発上がるのが目標だから俺のうん ありがとうタコさんありがとういいね時給1,000円に近づいたよ言論言論どかただから言論どかたうん花火一発で俺に500円入るからだから1時間で2発上がると時給1,000円になるわけよなんかもうやったっていう感じがするね花火ありがとうねそうだから1時間に2発が俺の目標毎日のうん 1> 1時間に2発も正直それ以上は身の丈超えててね実感湧かないっていうかちょっともらいすぎたなーっていう悪いなーっていう気になる、うん、ファンタスティック花火とかがさパン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 飛ぶ枠とか見てると金銭感覚狂うよなって思うよいや別に講座さらそうとは思ってないかな、うん、あくまでなんか配信の中でなんか接客みたいなもんでさ 喋り頑張って暇つぶすからそこでパッてもらった方がやっぱり面白いんだよねなんかさ振り込んじゃうとリスナーさんも個人的な支援だからなんか特別な見返りを求めると思うんだよその距離感ってよくないじゃんやっぱりどんなにさやっぱそのリスナーさん大好きだよとか言ってもさぶっちゃけた話さ会ったこともない他人なわけですよ俺顔も知らないし 仕事もも知らない男か女かもかんないい男かかか女んって、うん、だからやっぱりその「あ放送面白かったから1000円小遣いやれよ」っていう感覚が一番嬉しいかな俺はうんいやいいんじゃないだってふわっちがなかったらこのサービス使えないわけじゃん俺全然悪いだと思うよなんかタダでアプリ使えてるわけだから開発とかもねサーバーとかもいろいろ俺だってふわっち作れって言われたら作れないもんね やっぱり俺らが喋りに集中できたりとかさ、こう、なんていうの、リスナーさんと出会えてるのは、ふわっちがあったからだから、俺は別に半分取られても、あんまりって感じだね。うん。あ、そうっすね。僕、これがメインっすね。これを、なんていうんだろう。飯の種にしてからもう2年ぐらい、あのー、食わせてもらってますね。あ、まあそうだね。7割もらったらもう文句ゼロだね。うん。それはあるかもしんない。 7割入ってきたら、YouTube ライブがそうなの。YouTube とかね、Twitch だったっけな。Twitch は8割だったっけな。まあ、YouTube ライブが7割っていうのはでかいよね。7割は文句ないよ。ただね、YouTube ライブは2ヶ月半後なんだよ。振り込まれるのが。確実に振り込まれるんだけど、日銭にはならないから、うん、そこがデメリットかな。ふわっちゃんはね、もうすぐ下ろせるから。 ペックスっていうサイト使えばまあ難しいところだよねそこは運営さんのさじ加減だからまあでもこれでね飯食ってるわけだからあの感謝しねえとなうんあ全然全然お気持ちであのなんだろう全然お気持ちでうんあの大丈夫っすあのお金持ってくれ持ってる人が投げてくれるんでじゅんぐりじゅんぐり回ってるんで ありがとう、小間口さん。あ、うん、段感食ね。頑張る、頑張る。ありがとう、小間口さん。ありがとうね。無理はしないでね。ありがとう。無理はしないでね。みんなの生活が最優先だから。ありがとう。うん、まあ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 、楽しくやろうよ。楽しく。そう。袖触れ合うも多少の縁だからね。 そうそうおっさんたちの暇つぶし枠だからここはおっさんとおばさんのギャルいないけどさギャル全然いないけどあのおっさんとおばちゃんがキャッキャキャッキャしながらこうあの頃は良かったねっていう話 <laughs> ああそうそう大体ねうちのリスナーさんね35から上なんだよで40代が多いかな30中盤から35から ん50代いかないぐらい49ぐらいかなだかちょっと俺の先輩なのね俺のえっ、ー、と俺がね33歳だからまあねだいたいね 2, 2個上でも若いだいたい5個上とか6個上とかだから人生の先輩が多いの弟みたいな感じなんだろうね多分弟とかなんか親戚のなんか子供みたいななんかもうほっとけないみたいな かお姉さんとね、お兄さん方にね、可愛がってもらってんの。うん。ショールームって2割しかもらえないの。マジで <laughs> エッグ ?2 割なんでショールームやるのあれじゃん、時給保証してるんでしょう、う多分。多分だけど、2割はね、運営、多分スカウトを結構してるじゃん。だから、時給保証してんだと思うよ。最低1000円払ってんだと思う。 でもまあ2割はやる気になんねえよな。まあだから実力があるんだったらふわっちとか YouTube ライブやった方がいいよ。見入りがいいから。でも、その、あ,あ、私ちょっと自信ないなっていう。まだ食えないなって思うんだったらショールームとか。でも専属契約とかされるからね。ああいうサイトって。1年間他のサイトやったらダメですよとかになるから。うーん、ちょっと厳しいと思うよ。やっぱモチベーションが上がらないと思う。 腕を磨こうとしないじゃん、うん、身入りが少なかったらやっぱ必死になって喋るもんね俺らあのフワッチの配信者は結構あのー、攻めた喋りするよねうんうん <laughs> ありがとう、うん、まあ何なんだろうな昔からなんだよな 若い子とね話若い子まあ慕ってくれる珍しい若い子とかたまにいるんだけど部屋に着いたりとかまあ全然あったんだけど変人が変な若い男の子はサブカル好きななんかお前毎日俺の家いんなとかあるんだけど基本的には俺ねやっぱね世話になってる人全員40代とか30後半とかなんだよね今何人かいるんだけどその俺のことをその なんていうの仕事を教えてくれたりとかあの技術を教えてくれてる人がいるんだけど、まあ、シルバーの X さんもそうだし、ね、弾丸塾の運営さんのプロデューサーさんもそうだしなんかそういうなんだろう先輩に可愛がられるっていうのは、ね、技術持ってる人とかとことん可愛がられたいなと思うよね。うん、やっぱり、ね、56年早く生まれてるから人生経験も多いし なんか悩んだ時こうした方がいいよとか40代入る時こういう風に心変わりしていくから今のうちこれやった方がいいよっていうのはやっぱ当たるんだよ当たるのそんなに遠くないし「あーちゃんおはよう」わたつうんだからねなんかその年上の人に可愛がられるっていうのはなんかすごいまあ自分ではなんかいい能力というか何でなんだろうね 性格良くないし生意気だしさなんかあんまり可愛がる要素ないと思うんだけどなぜかねちょっと上のね人から可愛がられるんだよね、うん、年齢っていうかまあまあそれはね持って生まれた星のねあれなんだろうなうーああそれもね女の人からは言われる あのね、母性本能が強い人の方が居つくんだよ。だからね、若い女の人がここにたまらないのそこなんだと思うよ。なんかね、ほっとけないってよく言われる。なんかもう、私がいないとこの人ダメなんじゃないかって、女の人はそれを言う。うん、母性本能強い人ばっかりだもんね、うちのリスナー。ニンニンなんかそうでしょ、本当に。<laughs> あのね、ねお小遣いくれたりとかさ。 あのコーヒー届けてくれたりとかみーすけとかニンニとかだからもう完全に母性本能強い、うんねえそうだよねニンニなんかもうね何年見てるよ4年間ねだって FC2 ライブの時からね投げ銭してくれてたもんねステッカー買ってくれたりとかありがたいよねあままさかニンニがこんな長い付き合いになると思わなかったもんな本当に長い人長いよ うんそうだから若い女の人はすぐいなくなるって思ってるもんね若い女の人はいっつもあまあなんかたまにいるんだけど若い女の人が来るんだけどまあ持って3ヶ月だね、うん、持って3ヶ月もういなくなる前提だもん俺があもう多分すぐいなくなるだろうなって。 ただもう、ババアがコメント打ち始めたらガッツくかんね、俺は。ババアキラーだから。ババアキラー。他の配信者に課金、あ、そういう人も多いね。俺のねところで投げる人は他で投げたことないっていう人多い。だからね、ちょっと変、特殊なんだよね。配信会でもなんか浮いてるっていうか。あんまり他の配信者とかと比べらんないしね。うーん、いや、4年すごいよ。 なんだかんだだか年って長いよね一番古いリスナーってどれくらいなんだろうお俺見始めてどれくらいか書いてみんなロムセンさんも何ヶ月見てるよとか何年見てるよってちょっと和道歴何年うんああまああちゃんあ,あでもまあ年齢っなんだろうけどでもなんか母性本能強いお姉さんキスなんじゃないの ?4 年で商人にが。 サイコさんこの中で言ったらまあニンニはずっといるよね、うん、あ違うよだから俺のあれだよノリコが一番古いんだよノリコなんかだだ,だからそうだよニンニよりもちょっと古いんだよノリコが、うん、だからノリコそうだよノリコだよ 一番古いのこの今いるメンツで言ったらだってもう子さんリスナーなのここで普通にこうやってコメント書いてたんだもんのりこはうんそうだよね駒主さん段階あのー、北郷さん関係だもんねうんそう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 駒主さんはここ最近っていうかそのサムネかっこいいねうんうん んちゃんと一緒になるきっかけは「あのシン・ゴジラ」ってあったでしょあののの監督の映画のシンゴジラで月に1回映画好きだからあの映画オフ会をやろうと要は俺が月に1回映画を見るときにリスナーさんと一緒に見るっていうあじゃあもう一度古いねニコ生を見るっていう感じの企画を立てたので第1回で「シン・ゴジラ」見るときにリコがその来たのよ で映画館で映画見終わってでその時に立ち上がって出る時に俺のあまりのかっこよさにの,のりこは倒れたのこれマジで逆だと思うけどみんな本気で逆だと思うかもしんないけどのりこは本気で世界で一番かっこいいの俺だと思ってんだよねえ熊本の時のポスターだよねこうこれいいじゃんもう固定にしなよ、うん、このサムネかっこいいよ のりこは世界で一番俺のことかっこいいって今でも思ってるんだよそう俺がかっこよすぎて倒れたんだよ映画館で笑うでしょでまあ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 それはそれでまあいいんだけど普通に飯食ってでそっからほらあの LINE 交換してまあこれからもよろしくお願いしますみたいなそしたらのりこがちょいちょい連絡してくるようになったの例えば放送で パソコンモニター欲しいなーとかぼやいてたらピンポーンっつってこんなでっかいモニターあのちっちゃい体でのりこが持ってきて「和道さん持ってきた和道さん上がっていい!」とか言って、うん「のりこ来たわ」と思ってなんか部屋の中でセッティングしたりとか「ああパソコン壊れたわ」つったのんちゃんはパソコン直す天才だ!」とか言って LINE が来て「本当に?」って言って見てもらったら、うん「のんちゃんはこれ直せない!」とか言ってなんかね ポンコツなのよあのよあ例えばドラム配信お金かかるから貧乏だからっつったら「のんちゃんちにドラムあるよ」って言ってのりこの家に行ったらバスドラムがなくてドラム叩けねえじゃんとか「のんちゃんちでカラオケ配信やったらいいんだ」っつってのりこの家でカラオケやったらお兄さんに怒られたりとかもうとにかくポンコツっぷりがすごいの。とにかく配信で俺が困ったっていうことをメモっておいて次の日とか放送が終わると LINE が来て。 のんちゃんがなんとかするのんちゃんがなんとかするって言うけど結局何にもできないののりこは <laughs> 毎回何にもできないのよでそれ付き合って1年ぐらいしてからなんであんなにその何とかしようと思ってたのって聞いたら和道さんと会う口実が欲しかったって言ってたよ <laughs> もうとににかかく和道さんに会いたいたら あの会いたいから理由もうとにかく私が何とかしてあげるって嘘をついてそのとにかくあ会う口実を作ってたんだってだからまあ必然的にそのなんだろう俺からすると困った助けてくれるあじゃあお願いしますって言ってあっ延長ねありがとうあのもうこれで2分で終わるんだけどありがとうねあの次回の延長台にさせていただきますありがとうアイテムありがとう面白いと思った人はアイテム投げてねで そのまあまあ必然的に普通に会う回数が増えてくるわけよ別に頻繁に会ったりとかしてるわけじゃないんだけどまあなんか2週間に1回とかなんかそのもう助ける助けるってでまあご飯奢おごったりとかするじゃんあーごめんねいつもありがとねーっつってご飯食べ行こうとか何食べに行くとかさでその中で普通になんか友達みたいになっていってでまあ気づいたらパコってたっていう <laughs> それだけですはい。 じゃあ皆さんありがとうございます。もし、あの、面白かった人は、ぜひ、あのー、チップいただけると嬉しいです。もしくはね、あの、フォローしていただけると嬉しいです。それじゃあ皆さん、寒いんでね、風邪ひかないように気をつけてください。えー、最後までありがとうございました。YouTube にもね、あの、チャンネル作ってるんで、YouTube と Twitter もフォローしてください。YouTube と Twitter もお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。2時間ありがとう。